琴乃ちゃん、なかなか戻ってこないね。番組もうすぐだけど。そうね、確かに少し遅いわね。私ちょっと見てくるね。うん、ありがとう渚ちゃん。琴乃ちゃんも緊張してるのかな。琴乃ちゃん、そろそろ始まるみたいだよ。あ、渚。ねえ琴乃ちゃん、戻る前にちょっとだけお話ししていかない？わあ、さきちゃんの台本すっごい付箋。私たちの初めての番組、失敗するわけにはいきませんから。それに私がしっかりしないと知沙も緊張しますし。昨日の夜もね、お姉ちゃんがずっとトークの練習してくれて。勤勉勤勉、さすが生徒会長。そんなこと言ってるけど、メイは準備大丈夫なの？大丈夫だよ、メイは本番に強いタイプだからね。はあ、こっちまで力が抜けてくるわ。緊張しないのかしら。メイちゃんはいつも変わらないですから。ちさ、髪直してあげるからしずくちゃんの隣に座って。ね、ありがとうお姉ちゃん。しずくちゃん、ずっと鏡の前にいるけど。お化粧なら私が直してあげるよ。笑顔難しくて。ダメ、引っ張ったらほっぺが赤くなっちゃうわ。しずくちゃん、普段のままで十分可愛いのに。アイドルはいつも笑顔だから。じゃあ好きなものを思い浮かべるのはどうかしら。好きなもの、私はアイドルが好き。うん、今の笑顔自然ですっごく良かった。きっと本番も大丈夫よ。私も久しぶりの大一番、頑張ってアピールしないと。あ、呼びに来たみたい。もうスタジオに集まらないとね。琴乃ちゃん、きっと渚ちゃんも一緒だし大丈夫ですよ。二人を信じてあちらで待ちましょう。うん。あれ、すずにゃんは？みんなお待たせ。ほら琴乃ちゃんも。もう引っ張らないでよ渚。琴乃ちゃん、間に合ってよかった。さくら、ごめん、本番のこと考えてたら。でも渚と話したらだいぶ楽になった。実は私もすっごい緊張してたんだ。そうだよね、だって初めてだもん。琴乃ちゃんも私もみんなも。さくらもみんなも。うん、渚にも言われた。その一人じゃないよって。ありがとう渚、さくら。いよいよですわ。準備はできていますわね。あら、何の話をしてたんですの？いいの、すずにゃん、みんなバッチリ準備できてるよ。もう直前までどこに行ってたんですか？もっと緊張感持たないと。主役は遅れてやってくるのですわ。別に道に迷ったわけでは。迷ってた。みたいだね。これで全員揃いましたね。じゃあ琴乃ちゃん、掛け声言ってみよう。私そういうのはさくらの方が。でも掛け声って何を言えばいいんでしょう。じゃあこういうのはどうかな。まずね、星見プロって言ったら。なんかすごい部活っぽいかも。言えるかな。アイドルっぽい。最後のはどうなのかしら。どうしたのさくら。今ね、すごい特訓ってしたの。琴乃ちゃん、言おう、一緒に。うん、一緒なら。みんな、いくよ。星見プロー。